江戸東京建物園に移築された小宝湯の入り口部分のれんの一例男湯で裸の体を洗う男性銭湯は日本の公衆浴場の一種。風呂屋とも湯屋とも呼ばれる。大規模な銭湯ではスーパー銭湯を名乗る場合もある。のれんの例にボイラーで大量の湯を明かすため高い排気用の煙突がシンボルの一つとなっている。 また、銭湯によっては温泉を利用している場合もある。温泉資源が豊富な北海道帯広市では、市内に10カ所ある銭湯と日帰り入浴施設としても、営業しているホテルの大浴場がすべて温泉である。日本の法律では、公衆浴場について、次の定義がなされている。もともと、江戸時代の公衆浴場には、分類として、風呂屋と湯屋があった。水蒸気に満ちた部屋に入って、 蒸気を浴びて、汗を流す、虫風呂タイプの入浴法で営業している浴場を、風呂屋と呼び、沸かした湯を浴槽に入れ、湯を体にかけたり、使ったりするタイプの入浴法で営業している、浴場を湯屋と呼んで区別していた。しかし、江戸時代中頃に入浴法の発達や、兼業して営業する業者が現れるようになった。北川森貞が書いた、森貞万光の、 兄弟坂にては、風呂屋と俗に言い、江戸では、湯屋と言いな丸との記述があるように、地域によって呼び方は異なることはあるが、風呂屋と湯屋は混同されて使用されるようになった。前臨時にある浴室日本に仏教を伝来した時、僧侶たちが身を清めるため、寺院に浴堂が設置された。病を退けて、服を将来する者として入浴が奨励され、 貧しい人々や病人、囚人らを対象としての性欲も積極的に行うようになった。鎌倉時代になると一般人にも無料で解放する自社が現れて、やがて荘園制度が崩壊すると入浴料を取るようになった。これが戦闘の始まりと言われている。日蓮御所録によれば、1266年、四条金吾に宛てた書に、王道と共には常に、 不便の良しありべし。常に湯煎、優先、草履の値難度心あるべしとあることから、詳細は不明ながら、この頃にはすでに入浴料を支払う、形の銭湯が存在したと考えられている。なお、建造物として現存する最古の湯屋は、東大寺2239年再建、1408年に修復されたもので、東大寺大湯屋として、 国の重要文化財にも指定されている。室町時代、京都の街中では入浴を営業とする銭湯が増えていった。この頃、庶民が使用する銭湯は虫風呂タイプの入浴法が主流だった。また、当時の上流階層であった公家や武家の邸宅には入浴施設が取り入れられるようになっていたが、公家の中には、 庶民が使う銭湯を、庶民の利用を排除した上で、時間限定で借り切る、止め風呂と呼ばれる形で利用した者も,もいた。なお、室町時代末期に成立した、落中落外図屏風には、当時の銭湯が描かれている。女湯大盤二絵二枚続取り行き夜長が、天明後期ボストン美術館像。銭湯を詳細に描いた浮世絵としては、最も早い時期の作品。 画面右、衣服棚がある畳敷きのところが脱衣所。画面中央の板敷きの間が洗い場。その間に竹を並べて水はけを良くしている。中央上、下半身の実の女性が見えるところがザクロ口で湯が冷めないようで入り口が低くなっていた。左上の小窓から見える男は三助。ザクロ口付き戦闘ザクロ口付き戦闘江戸における最初の戦闘は、 徳川家康が江戸城に入って間もない1591年、江戸城内の千賓橋の近くに伊勢与市が開業した。当時の銭湯は蒸気浴の形式であった。江戸では、その後、浴室の中にある小さめの湯船に膝より下を浸し、上半身は蒸気を浴びるために戸で締め切るという、東浴と蒸気浴の中間のような入浴法で入る、戸棚風呂が登場した。 さらにその後、湯船の手前にザクロ口という入り口が設けられた風呂が登場した。細工を施したザクロ口によって中は湯気がもうもうと立ち込め、暗く湯の清濁さえわからないようにして入浴するというものであった。後に客が一度使った湯を再び浴槽に入れるという構造になり、湯山万暦には分生の末に、 流し板の間より旧溢れを取ること始まるとの記述がある。こうして、だんだんと薬草を焚いて、蒸気を浴びる虫風呂から、次第に湯に浸かる、湯浴みスタイルへと変化していった。男女別に浴槽を設定することは、経営的に困難であり、老若男女が混浴であった。浴衣のような湯浴み機を着て入浴していたとも言われている。蒸気を逃がさないために入り口は狭く、 窓も設けられなかったために、城内は暗く、そのために、盗難や風紀を乱すような状況も発生した。1791年に、男女入り込み禁止令や後の天保の改革によって、混浴が禁止されたが、必ずしも守られなかった。江戸においては確実もしくは時間を区切って、男女を分ける試みは行われた。当時の戦闘は、 おおむね朝ごつから夜ごつまで営業していた。当時の銭湯は、庶民や下級武士たちの娯楽、社交の場として機能しており、落語が行われたこともある。特に男湯の2階には座敷が設けられ、休息所として使われた。式典三場の浮世風呂などが当時の様子をよく伝えている。当時の銭湯の入り口には、矢をつがえた弓。 またはそれを模した看板が掲げられることがあった。これは、旧シャルとユハイルをかけたシャレの一種である。当時は内風呂を持てるのは、大臣の武家屋敷に限られ、火事の多かった江戸の防災の点から、庶民の家で内風呂を持つことは、基本的に禁止されていた。江戸時代末期には、大棚の商家でも内風呂を持つようになったが、それでも、江戸の住民の大部分は内風呂を持つことが、 経済的に困難だった事情もあって、銭湯を利用し続けた。19世紀初期の文化年間には、人口約100万から120万人の江戸全体で600軒以上の銭湯があったという。なお、江戸、大阪、伏見などには水辺に居住する人々や、水上生活者などが料金を払って利用する。 船内に浴槽を設けた湯船があった。1877年頃、東京間濁連寂町の鶴沢門左衛門のが、考案した改良風呂と呼ばれる、ザクロ口を取り払って、天井が高く、湯気抜きの窓を設けた、広く開放的な風呂が、評判になって、現代的な銭湯の構造が確立した。政府は1879年にザクロ、風呂式浴場を禁止して、 旧来型の銭湯は姿を消していった。外国への配慮から混浴は禁止となったが、銭湯そのものは都市化の進展や近代の衛生関連の向上とともに流星を極めた。大正時代になると、銭湯はさらに近代化し、板張りの洗い場や木造の浴槽は姿を消し、陶器のタイル式の浴室が好まれた。昭和時代になると、 水道式の蛇口が取り付けられるようになった。1937年10月10日、東京で朝湯が廃止された。全国の銭湯で見かけるケロリンオケ、太平洋戦争後、本格的に都市人口が増大すると、至るところで銭湯が建築された。1965年頃には、全国で約2万2000を数えるようになった。 普通公衆浴ばかずの都道府県別推移、厚生労働省衛生行政報告令より、1996年対2016年残存割合の背景色については、都道府県ごとにおける偏差値60以上を赤色、偏差値40以下を青色で示されてある。銭湯の見取り図現代のごく一般的な銭湯の構造の例は次のようになっている。 基本的に履物は小畜城で施錠される下駄箱に収める。そこから番台の有無によっても異なるが、脱衣所またはフロントに入る。脱衣所の手前で男湯と女湯に分かれている。図では左が男湯、右が女湯だが、左右の配置に特に決まりはなく、逆の場合もある。 外から覗き見しにくい側に男湯を配置する場合もある。万代大正元年に東京神田猿学長にあった機械湯の主人が画家の川越博史史郎に壁画を依頼したのが始まりである。これが評判となり、これに習う銭湯が続出し、銭湯といえばペンキエという観念を生じるに至った。なお、正確には東日本、特に 関東地方の銭湯に特有のものであり、西日本の銭湯では浴槽が浴室の中央に設計されることが多いこともあり、壁面にペンキ絵はほとんどない。図柄は浴場の主人による注文が基本であるが、富士山を主体とした図柄は男湯の浴室正面の壁面に描かれることが多く、女湯の浴室のペンキ絵は富士山でなく、 幼児や子供が喜ぶ記者や自動車が描かれることが多い。ペンケ絵氏は丸山清人と中島森を田中瑞木4月13日生居ら3人。2006年5月に閉館した交通博物館のパノラマ模型運転コーナーの背景壁へのリニューアルの際にも、銭湯のペンキ絵の絵師によって富士山などを主体とした山々が連なるペンキ絵が描かれた。 大型タイルに美しく豪華な上絵を描き、調整したものをタイル絵という。全国的に見られるタイル絵は、九谷焼で戦前より、石川県金沢市の窯元、鈴坂江戸が全国に広めた。壁面などの広い面積を装飾するため複数枚の大型タイルに、柄続きの総柄に仕上げる。白地の平滑な地に描かれる図柄は主に宝船や鯉の滝登り、 七福神などめでたくカビなものがほとんどを占め、美術工芸品並みの技巧を凝らし作られたタイルもある。高級品でもあったため、設備資金にゆとりがあり、集客の多い市街地の銭湯に多く見られた。レトロ建築の梅ヶえ湯ぐ大工によって作られる、自社建築のような外観の共同浴場を全国的に見ることができるが、これが関東大震災後に東京で成立する、 宮形作り銭湯の様式としても採用された。主に関東近郊にこの建築様式が集中しており、地方の銭湯では見られず、極めて数が少ない。この宮形作り銭湯の都心での発祥は、東京墨田区向島の歌舞伎湯に始まる。一般的に建物入り口に、東波風もしくは波風が正面につく。 建築様式を宮型という。こうした宮型作りの銭湯は昭和40年代頃まで関東近郊で盛んに建てられたが、各家庭において内風呂が普及し、またビルに建て替えられる銭湯も多くなったため、現在では減少傾向にある。一方、近年の解雇趣味であるレトロブームに乗って、中には新築で宮型作りの銭湯が建てられる物件もある。 各地の銭湯の建築様式は様々であるが、コミュニケーションの場として、日常生活に彩りを与える工夫がなされている、ところに共通点が見られる。現代の日本では、午後あるいは夕方から深夜12時前後までの営業が一般的。朝風呂と称して、早朝より営業している店もある。また、昨今の利用客の減少から、最近では、 近隣の銭湯等で定休日が重ならないように調整し合うこともある。入浴料金は物価統制令の規定により各都道府県知事の決定で金額の上限が定められている。いずれの都道府県においても大人、中人小人の料金分けを採用。また、先発する場合は追加の先発料金を徴収する地域もある。共通回数券を発行している地域や、 特定施設でのみ、利用可能な回数券を発行している施設もある。女性の先発料金を徴収できることは、過去に、厚生省令で認められていた。東京都では、1970年に先発料金を徴収しない旨の告示をすると、都の公衆浴場商業組合が厚生省令に反するものとして抗議。 自主料金を設定するなどの圧力が生じた。結果として、先発料金は無料となったが、その後、入浴料金そのものが値上げされることで浴場側の減収分は補填されることとなった。それぞれの施設で異なるが、一般的にバンダイやフロントなどで入浴に必要な道具や石鹸、入浴後に飲まれることの多い飲料である牛乳やサイダー、ジュース、 缶ビールなどを販売している。脱衣所では、テレビや体重計、扇風機、ドライヤーがあり、マッサージチェアも一部有料で利用できる。喫煙についてはできる場所もあるが、時代の変化に伴い分煙もしくは、全面禁煙化した銭湯も多い。頻繁に利用する入浴客には、割安な回数券も販売されている。ゆず湯、勝負湯などの伝統行事を暦に合わせていったり、 子供や年配客向けの割引、無料サービスを行ったりする戦闘もある。最近では保育園、幼稚園、小学校に通う子どもたちを裸の付き合いの意義を知るとして、クラス単位などで全員一緒に入浴させる体験入浴を学校行事とともに地域の触れ合い行事として一部の施設で行っている例もある。施設によっては、 浴場以外にサウナ風呂を有する場合もあり、東日本の一部の銭湯では200から300円程度の追加料金でサウナへ入浴が可能なことが多いが、西日本では追加料金のない施設も多い。料金を支払った客を区分しやすくするためにサウナ専用のカラータオルを貸し出すこともある。雑誌、新聞などの持ち込みなどはほとんどの場合。 入浴客の安全を考慮して制限される。プールや温泉施設、ジムなどと同様に入れ墨を入れた人は入場を断られる場合があるが、実際のところ公衆浴場である銭湯で断られることはほぼない。大阪市行の区にある源が橋温泉は外観、内装とも昭和モダニズムの面影を残す貴重な建物のため、1998年に 風呂屋の建造物では初めて国の登録有形文化財に登録された。一方、同じく2000年に登録有形文化財となった同志、安倍野区の美少園温泉は燃料費の高騰や耐震補強工事が困難であることなどを理由に廃業2008年2月より開始された解体作業に伴い、同年12月に文化財としての登録を抹消された。 この他にも2000年代以降、京都市北区にある船岡温泉、東京都台東区上野にあるつばめ湯、鳥取県倉吉市にある大そ湯、三重県伊賀市にある市の湯が登録有形文化財に登録されている。現在は銭湯として使われていないが、かつては銭湯だった登録有形文化財の建造物として、 京都市北区の旧富士の森湯、愛知県半田市に、かつて所在した、半田東湯、熊本県人吉市の吉野旅館従業員棟がある。また、愛媛県今治市の今治ラジウム温泉は2014年3月に休業したが、建物はそのままの姿で残されており、2年後の2016年になって登録有形文化財に登録されている。 江戸時代より現在まで続く歴史のある銭湯が全国に複数存在している。1773年に創業した東京都、江戸川区の明けぼの湯は都内でも最も創業が古い銭湯である。このほか江戸時代より続く銭湯として都内には、江戸川区の鶴の湯や台東区の蛇骨湯、中央区のコンパル湯があり、全国では長野県のアルプス温泉、新潟県の千代の湯、 熊本県の薬湯などがある。また、秋田県和野市の花の湯は1836年の風呂免許を所持する銭湯であったが、2014年12月に廃業している。一方、建物自体が古い銭湯としては、都内では1927年頃に宮田区により建築された文京区の月の湯が最古とされる銭湯であったが、全国では、 明治10年代以前に建築された北海道、小樽市の小町湯。1907年に建築され、登録有形文化財でもある、鳥取県倉吉市の大古そ湯。1915年に建築された愛媛県柳田浜市の大正湯。明治末期から大正初期頃に建築された千葉県勝浦市の松の湯。1923年に脱衣状の建物が建築され、 登録有形文化財でもある京都市の船岡温泉など明治から大正にかけて建築された銭湯が現存している。1879年10月3日の東京フレイユや取締まり規則により、混浴禁止とともにザクロ口は1885年11月末日までに改装すべきとされた。元々の野号は第三鶴の湯であったが、隣に 出雲大社倉吉文院があることから、大子そゆの名前で呼ばれるようになった。ありがとうございます。